イヤー、喉のコンディションはどう？もちろん最高の状態に整えてあるよ。早く歌いたいって気持ちが止まらないかな。グレイト、それでこそラスのボーカルだわ。やっぱでかい箱はうずうずするよな。それに初めての箱だしね。今から開演が楽しみですね。チュチュ様の音楽をたくさんの方にお届けできると思うと、いつも以上に胸が高鳴ります。皆さんすごいな。私なんて昨日の夜からドキドキしっぱなしです。私たちのライブを初めて見る人も大勢いるんだと思うと。大丈夫だよ。昨日の練習もバッチリ決まってたし、落ち着いてこれまでの全てを出し切ろう。レイヤさん、はい、ありがとうございます。それじゃあみんな、ラストのミーティングよ。心して聞いてちょうだい。はい、チュチュ様。今回は特にファーストインプレッションを大事にしたいの。だからこそ1曲目はとびっきりクリアに、観客全員の心をえぐるくらい鋭い演奏をしてちょうだい。何よりも洗練された一音を叩き込むことに集中してほしいの。わかった、任せて。だったら思いっきり豪快に行こうぜ。ぐわーっと力強さを見せつけるっていうかさ。私は可愛いお洋服を見つけた時のような胸がキュッとする感動も欲しいです。ぐわっと可愛いお洋服ってどういうことですか？何を言ってるかわからないわ。意見を言うならもっと真面目に考えて。ロックはどう思う？私はそのデラしょっぱい干物みたいな演奏をしたいっていうか。干物？なんで干物？あ、分かりにくくてすみません。よく言うじゃないですか、ガツンとくる塩味って。ジョーナーさん、魚の干物を食べた時すごくしょっぱくて、それを思い出しちゃって。そうか、私はちょっとわかるけどな。でかいインパクトはもちろんだけど、それだけじゃないんだよな。やっぱあるんだよ、心にぴったりくるっていうかさ。白米にはやっぱこれだなって感覚が。わー、マスキングまで。もっとスタイリッシュな表現はできないわけ。それでレイヤー、あなたはどうしたいの？私？そうだね、とりあえず全力でいきたいかな。今まで積み上げてきたもの、みんなとの連携とか自分自身の技術とか、そういうの全部合わせて。ただ上手なだけでも派手なだけでもなくて、私たちラスだからこそ作れるステージがあるはず。私たちだからこそ。私たち5人と、それから今日来てくれるお客さん全員が全力で楽しめる、そんなステージにしたい。そう思ってるんだっていうことが聞いてくれているお客さんにも届くように、これまで以上に魂を込めてやりたいな。そうだな、思いっきりぶちかまそうぜ。今の言葉に嘘はないわね。それは私の演奏で確かめて。上等だわ。それじゃあ見せてもらおうじゃない。あ、チッチュ様、そろそろいいお時間では？そうね、会場には早めに到着しておくのがスマートだわ。準備はいい？あ、いつでもいいぜ。はい、私も大丈夫です。
忘れ物はない？バッチリです。エネルギーチャージ用の飲み物や食べ物もちゃんと用意しておきました。それじゃあ私たちの夏の最高のステージに向けて行こうよみんな。おレイヤちゃん、こんにちは。今日はお買い物かな？はい、ベースの弦とか新しいシールドとかいろいろ。マリナさんたちも買い物ですか？そうそう、サークルの備品を買い足しにね。そういえばサークルによく来てるみんながこの前のラスのライブすごかったって言ってたよ。大盛況だったみたいだね。ありがとうございます。今日買い物に来たのもあの時のライブでちょっと思いついたことがあったのを試したくなったからなんです。おお、さすがの向上心だね。他のバンドの子たちもラスのライブでいい刺激を受けたみたいだよ。どうやったらあんな圧倒的な演奏ができるんだろうって。ラスのみんなはとっても情熱的って印象があるんだけど、やっぱり練習や打ち合わせも白熱してるの？そうですね、時間を忘れてのめり込むことも少なくないと思います。特にマスキの集中力はすごいんですよ。納得できないフレーズがあると何時間もそこだけを繰り返し練習したりとか。それはすごいね。あとは、それこそこの前のライブの最終打ち合わせでのことなんですけど、ぐわーっと可愛い洋服で塩辛い干物みたいな感じで行こうって話になって、ぐわっと。それにお洋服に干物、それは一体、私は心に残る演奏をってことだと思ってます。言い方はみんなそれぞれだけど、大事なのは雷に打たれたみたいな衝撃と、それからこれだって心にぴったりくる感覚だって、お客さんをそんな気持ちにさせられたらって言いたかったんだと思いますよ。なるほど。独特な表現方法もラスの個性を感じて素敵だと思うけど、それだけ個性的なメンバーが揃ってると大変じゃない？そうですね、確かにとても個性が強いメンバーだから、それぞれの意見がぶつかることもあります。お互いどうしても譲れないところがあったり、ここはこうしたいって情熱が抑えられなかったり、でもそれはみんなが真剣に真面目に音楽と向き合ってる証拠だとも思うんですよ。そうだよね。大事なことじゃなかったら誰かとぶつかってまで貫き通そうって思わないもんね。はい、だからこそ私はラスのメンバーとバンドをやれるのが何よりも楽しいんです。実力も個性も突き抜けているみんなと最高の音楽をやりたい、そう思ってます。うんうん、すごく素敵だと思う。これはラスへの期待がますます大きくなっちゃうな。よかったら今度サークルにも来てほしいな。私たちはいつでも大歓迎だし、きっと他のバンドの子たちも喜ぶよ。ありがとうございます。それならポピパやロゼリアにも負けない演奏しないといけませんね。それでは私はこれで。マリナさん、お話ししてくれてありがとうございました。こちらこそ。またね、レイヤちゃん。